そのあとやっぱ打ち合いの最中にいきなりこう加速するから相手がめちゃくちゃ当てづらいんだよね。なんかチーターみたいなやつ以外には多分殺されないと思う、基本的には。まあね、みんなで平和に遊んでりゃいいんすよ。うん、エイペックスゲームだから楽しくやろうぜ。ん、最強。操作が行われなかったね。あ、じゃあの動かしておくの意味あんのか、もしかして。ぐるるってずっと回転させておくの。今回のチャンピオンです。私は家族を敬うことを忘れない。それが弱みだと思うか。すごかね。俺がジャンプマスターだ。当然。かっけえよ。お、結構降りたな。はあ、どうだい。この瞬間がたまらない。オレ、後折り勘弁よ。君たち上行きなさいよ、上。あん？何こいつら、またあれですか、なんか曲げてきたんですか。それともそれも軌道だから、俺が後折りしちゃったな。ごめんね、殺すわ。おお、マジで。よし、これは使えるな。やだ、ごめんね、ごめんね、殺すわ。マップによると次のリングの中に入ってない仲間がいる。左にはいないのか。 P20 なめてんね。いや、こいつらが死んだってことはこいつらは通りだな。ナイスー。ここに行ってみるかい。拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。素晴らしい。いいね、だんだん当たってきた。興奮剤状態になってきたぞ。全然当たるわ。スコープを発見。近距離用だ。イデミール様、ヨークミッツ、ありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。近距離用だ。これは欲しい。進化シールドを発見。ナイスミッツです、ありがとうございます。まあ、でもやっぱ人間の差がというかさ、あれだよね、人間のしょうがない部分ってあるんだろうけどさ、そう、なんだろう、そのいじめたいとかさ、多分根本的な部分としては持ってるんだろうな、結局。まあ、だからこそ、あの、そういう話題はなくならないんだろうね、普通に。そういう系、例えばそのエイペックスもそうだけどさ、そう、ナチュラルに差別しちゃうというのもあるし、そう、多分ね、なんかあるんだろうな、人間としての何かが。だからしょうがねえんだろうな、マジで。こっちにデスボックス。そうそうそう、群れてるからね、そういうもんなんだろうね。恐ろしい話だぜ。
あれは痛いぞ。リロード中だ。リロード中だ。ああ、待って、これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。本当にクラフト中だよ。材料を手に入れたよ。やったね。まあ、いつかね、みんながそうで、そうなれることを願う。例えばあれなんて面白いよな。そう、あれだってその自分の言葉をさ、たまに上げてるというか、自分のことをっていうのかだけの話があってさ、そのなんだっけ、その俺は気楽にやりたいと、だけどカジュアルは底抜けしたいから、あ、底抜けが多いからランクで俺は適当にやるんだって言ってる人がいたんだけど、でそういう人もいるんだから、その全員が真面目だと思うなと、そういう意見押し付けるんじゃねえって言ってきたんだけど、だから分かるかな、なんかもう怖いよね。怖いっていうか、それこその押し付けじゃん。そう、俺は気楽にやりたいっていう押し付けだから、だから本当に全部上から見ちゃうみたいなのもあるんだろうね。うん、怖いわ。ナチュラルに、そう、自然にやっちまうんだろうね。え、そう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 、ブーメランじゃんっていう話じゃない。そう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 、なんだけど、だからそれをだから堂々と言えちゃうんですよ。うん、堂々とね、そういうのを押し付けないでほしいな、そういう人もいるってことを理解してほしいって言われたんだけど、いや、じゃあ逆にさ、そう言うんだったら理解しろよってそれ、お前今同じことやってるぞっていう話なんで。そうそうそう、こんにちは。面白い話っすよ。いいね。そう、初動をかぶせして即死しろっていう強要でしょ、つまり。そう、少ないね、マジで。そう、自分が言ってることをさ、そうやってなんだろう、客観視できないというか、マジで、まあ、客観視できないんだよな。そう、本当に第三者の目線で見れてないんだよな、自分のことを一切。ちょっとね、置き換えてみたら全く同じことやってんだけど、それが分かんないんですよね、基本的に。ジャンプパッドを投げる。融合みたいなことのがすごいな。時間はある。エネルギーヤモを発見。おい、いいんすか、もらっちゃって。助かる。リング閉鎖まで残り45秒だ。遅れても運んでやんねえからな。見たな。誰かいるぞ。近距離用だ。わかった。これはファイトしづらいな。こっちやな。次これで。了解。ネメシスボルト強えんだよ。あまり後ろから敵が来なそうな場面でファイトしたい。いてぇ。
右のやつはローバーだったし来ないと思うんだよな。うえ、22ダメージいってえな。敵に撃たれてるよ。シールドをリチャージしてる。残り1分。あの頭出し最強ポジションすぎる。すまん。まあでも負けたらないよ。いやだもん。ちょいと元気が必要さ。シールドをリチャージ中。今回のリングはご近所さんだ。1分もあれば十分だ。人間に対して負けたくねえ。まあ実際大事だけどね、本当に。よし、敵のシールドをぶち割ったんだ。一人ダウンさせたぞ。部隊を丸ごと抹消したよ。新しいキリーナが生まれました。部隊の半分がもう消えたのかい。順調順調。シールドをリチャージ中。ああ待ってくれ、クラフト中だ。しっかりだよ。残り30秒でリングは近い。でもそこを乗り越えられたら最強になりますね。実際ちゃんとちょっとクラフトするよ。リング閉鎖まであと10秒。木の裏にあんのかあれ。リングが閉じるのにみんな外にいる。クッキーみたいに焼かれたくないやつは急いだ方がいいね。うん、でもね、そうね、続いたら俺もやめちゃうかな、結構。もういいや。左が俺たちを見てなかったらどうにかなる。そいつは青白だから殺しちゃいたい。アンチとしては悪くないけど
フォロー。どうしよう。フォローありがとうございます。いや、マガジンがあったら殺すだな、今の。すまねえ、味方。いや、レブー、邪魔マジで硬いな。一応割ったけど、あの割れたのが、あの、あれっていうね、ウルトっていうね105入れたのに、まだあれでしょ、70あるんでしょ、170か。硬すぎだろ。無理と思ったけど、意外といけるな。でも興奮剤ボルト、なんか意外と当たるわ想像してたより。練習だな。起こさせたいな。右殺しちゃったら俺が勝利できなくなる。ねんだよね、実は。まあ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 、よく頑張った。いや、対面力あるなあ、このキャラ。マジで。マジで強いな。普通に。普通に強いな、これ。いや、楽しい。動きやす。そっか。なんか、シーズン中にずっと使ってたけど、なんか、あ、そういえばこんな感じだったなーって感じしたわ。楽しい。ナイファーイ。移動キャラって強いんだな。ズーキー様。100ビッツ。ありがとうございます。ナイファーイ。ホーンショです。ありがとうございます。うん、で、多分、俺思った。興奮剤刺すから当たんないんじゃなくて、ボールとか当たってない。そう、それが分かった。練習すればするほど当たるな、これ。そうですね。俺はそっち派。あの、打ち合うってなったら絶対興奮剤刺した方がいいと思ってる。その、なんだろう。体力使っちゃうけど、
20だったかな、体力20消費だったかな、確か。なんだけど、2発分だよね。2発分避けられると思うんだよな。興奮させた方が。俺はそっちの方がだから強いと思ってますね。滑らかにやった方がいいのか。俺はそっち派ですね。そう、どん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 耐えちゃっていいと思う、興奮剤は。なるべく。その後やっぱ打ち合いの最中にいきなりこう加速するから、相手がめちゃくちゃ当てづらいんだよね。あのチーターみたいなやつ以外には多分殺されないと思う、基本的には。なんだかんだね、こういうキャラクターがやっぱ動きやすいのかなってなっちゃうわ、最終的には。